だからね、これくらいはしないと。きっと、またきお兄さんもパパみたいなんだろうな。ところでウサギ。え？こんな時間まで何をしてたんだ？寄り道は飛行の始まりだよ。あ、ごめんなさい。ウサギ、あの猫は何なんだ？後をついてきてるみたいだけど。あ、私の友達なの。ん？変な友達がいるんだな。海のなんか言ってこなかった？え、何のこと？海のったらウサギが好きみたいなの。でも順調だから何にも言えないのよね。ウサギ、デートしようぜ。どうしちゃったの？そんな格好で学校来たらまずいよ。そんなことよりウサギ、今日デートしようぜ。あのね、なんか急に強気になっちゃったわね。海野くん、何なのよその格好は。ん？海野くん、どういうつもりなのよ。こういうつもりさ。室の中は静かに歩かないとね。なんですって。え、海野が占いハウスに行ったの？うん、私が紹介してあげたの。ユージ君も行ったみたいよ。こら、何やったんだお前たち。うわっ、大した能力もねえくせに、でかい顔しやがって。そうだそうだ。どんどん暴れるのよ。若き反抗のエナジー。何してんのよ。どういうつもりなの？よ、ウサギ。ウサギって何よ。キスしようか。行こうぜ、みんな。何か悪いエナジーを感じるわ。ウサギ、もう大丈夫よ。はい、すっきりした。ああ。海乗ったらあのまま帰っちゃったけど、何考えてんだろう。ウサギちゃん、どうやら悪い連中が事件を起こしたみたいね。じゃあ海野たちは多分操られてるのよ。となれば怪しいのは占いハウスね。え？海野たち占いハウスに行ってから変になっちゃったの。偉い、よく調べたわね。ご褒美になんか新しいアイテムちょうだい。10年早い。さ、出動よ。へえ、また戦うの？なんだか怖いな。あ、何言ってるのよ。どうしても？どうしても。忘れちゃった。なんて言うんだっけ。ムーンプリズムパワーメイクアップよ。あー、それそれ。ムーンプリズムパワーメイクアップ。Thank you.
みんなよくやってくれました。これからは町の中で暴れてもらいます。はい、面白そう。若鷹人気に嫉妬するおじさんたちよりももっともっと悪いのはその心を何とも思わないやつ。誰？愛と正義のセーラー服美少女戦士、セーラームーン。セーラームーン日に変わってお仕置きよ。気にしてる場合じゃないでしょ。そうだった。やれ。やめなさいよ。やだ。それ以上近づくと肌じゃ置かないわよ。また邪魔者が。誰だ。タキシード仮面。どんな不利な時でも絶対に諦めないことだ。はい。さらばだ、また会おう。ありがとう、タキシード仮面。セーラームーン、ティアラでしょ。あ、そうそう。失敗したな。やったね。あれ？あ？お元気で。僕が春菜先生のスカート巡りよ。それからウサギにキスを迫ったでしょ。あとは職員室の窓ガラスを割って。ちょっと、どこ行くのよ。ああ、もう僕の前には絶望しかない。おはよう。ああ、うさぎさん。あの、僕、昨日。気にしない、気にしない。そうですよね、気にしちゃいけません。うさぎさんだってテストで悪い点取っても平気なんだから。僕も見習わないと。ああ、人の苦労も知らないで。